こんにちは。マリサです。そうですね。今日もインポスターやっていきます。そうですね。フェイクタスクしていきます。そうですね。本当はクルーです。そうですね。そんなことはない。何してんの？ちょっといいと思うだな。化けてないでキル取りに行くよ。何カリカリしてんだ？ゆるゆるしてるからだよ。反抗期かな？すまんすまん、今度こそ真面目にやるわ。なら今回は初手キル取ってね。いや、初手キルは。取ってね。はい。よろしい。しかしどうしたもんかな。初手キルは詰められやすいからね。おい、人は笑いすぎだろ。相方含めて5人もいるね。こんな密集してたらキル取れねえじゃねえか。え、取るよね。え、取るよね。あ、もちろんだぜ。今回はキルペあげちゃおうかな。それはいいね。じゃあ今回のノルマ最低3キルね。3キルってそれほぼクルーの半数近くじゃねえか。なんなら4キルにしてあげてもいいけど。いや、3キルもしていいなんて嬉しいな。そうでしょう、そうでしょう。じゃあムーマ頑張ってね。終わった頃にまた来るから。とんだブラック企業だぜ。ミーティングに来たことだし、このまま死体消してやるか。ありがとう。それしか言う言葉が見つからない。まあだろうな。だろうね。ボタンはボタンとほぼ同時に死んだ。マジか。死人情報ないですか？最終教えて。ボタンと同時？最終キッチン。城の死体隠しもあるかな。噴火のいいやつね。だが確証はない。メインのシャワー浴びるて前の通路。アーカイブ、シャワー、メイン、エレキ、最終バイタル。同時なら私はコーラルは無理だね。最後アーカイブ。確かに単独だったから説得力はないと思うけど、アーカイブからバイタルまで誰とも会わず。いや、情報出してくれるだけありがたいよ。ここでピンクが回線落ちしてしまったのだ。じゃあ死体はラウンジとかもつかな。君と宿人見てた。これはありがたい。クルーが勝手に誤認しているな。アーカイブのみぞいのボタンが自分で先行し、同時とまではいかないでしょ。死体消えてるし。じゃああなたは短期緑が嘘ついて私をかばってるとでも言いたいんですか？そもそもこの村ボタン意識低いのが悪いんだし、そこにつけ込んでくるあなたの方が黒いですよ。それから黄緑タンの情報を掛け合わせると、右手に死体っていうのが濃厚なのに対して、あなたはまるでボタンを押した私が悪いみたいな言い方ですよね。そもそもあなた自分の最終位置言いました。情報出したくないんですか？最終位置言ってないのあなたも同じですよね。私はミーティングでボタンを押してます。あなたもそれを言ってますよね。あえて言うまでもないと判断したまでですね。それが何か？あの程度で私が釣られるわけがないだろう。貧弱貧弱。これは楽な試合になりそうだな。あんまり煽らない方がいいわよ。霊夢じゃないか。何しに来たんだ？マリサは煽りにね。お前も煽ってんじゃねえか。あんまり煽ると動き辛くなるわよ。ただでサイレンのノルマあるんだから。あと2キルか。まあ余裕だな。さすが社畜仕事への意識が高い。社畜言うなし。ブラックなだけだし。ブラックなのは否定しないんだ。キル意識高くして今日は編集短くするぞ。骨の髄まで社畜根性が染みついてるわね。じゃあエレキでキル取るのかな。いや、今回は取らないぞ。水色が釣られる雰囲気だったからな。水色釣れたら2キル取って全員黙らせてやる。そうすると相方も1キル取る前提だね。初手ダブルキル取ったやつだからな。やるだろ多分。ま、お互い意識は高いみたいだからね。ごめん、6人と勘違いして押してしまった。詰めれるかな。今度は黄色が回線落ちしてしまったのだ。3億サイトンなので続行します。ちなみに私は最初に自分からルートを出してるけど、水色の最終アーカイブはどこからなの？山王駅というアーカイブ、シャワー、メイン、エレキ、バイタル。やばい、アドミンも忘れかけてる。メイン、電気室、診察室、貨物、トイレ、アーカイブ。かないと言わないっていうのがかなり黒要素ではあると思う。水色多分死体は右な気がする。貨物もラウンジも通過してるルートであれば、水色一郎でほぼほぼ確実だと思うけど。何も喋んなくても勝手にクルー釣れそうだな。なんか勝手に連れてったな。なんか勝手に連れてったね。前回の動画ではインポスターが偽装して、今回はクルーがアドミンを誤認していたが、ある程度きちんと覚えられないんならアドミンを見るのはおすすめしないんだぜ。前回の動画、アドミン偽装をぶっ潰すも、ぜひ見てくださいね。ところでマリサ、クルーを黙らせるのはいいとして2キル取れるの？意地でも私が2キル取るんだぜ。さあ行こう、解剖。この船は我らインポスター陣営がいただく。クックックッ、勘はいいバナナさん。また何か感じ取ったようだね。だがもう遅い、今回一発目のキルは絶対に君を切ってあげよう。雑なぶりがよっぽど勘に触ったようだね。いや全然、普通に言葉で返せる範囲だったからな。むしろこれはその勘に対する敬意だよ。上に向かったってことは水色連れて油断してそうだな。相方も動いたみたいだし、上行っちゃう。そうするか。ボタン押されても面倒だしな。金庫開いてるわね。ミーティングには向かってないみたいね。痛いたバナナさん。アリーベデルチ。よし、次のキルも取るぞ。相方にキル取られたらノルマ達成できないものね。ドア閉めだけはしっかりやって、キルクルー開けるのが長く感じるぜ。
早く開けろ早く開けろ。下のドアが開いてるってことは誰かいるわね。いける、いけるぞ。間に合ったー。あ、二人ともお疲れ様。アーレン約束は果たしたぞ。あ、そうなんだ。例えば無理に3級で会わなくてよかったのに。これが報われない努力ってやつだね。この動画が良かったら、チャンネル登録高評価、Twitter のフォローよろしくお願いいたします。それではご視聴、ありがとうございました。